はい、どうもどうも皆さん、おはこんばんちは、クレイジージョーカーのともっきーです。はい、というわけで今回はですね、乃木坂46公式スマホゲームアプリ乃木恋実況していきたいと思うんですけども、今回はね、ガチャの実況していきたいんですけども、前回か前々回かぐらいにガチャの実況をしたんですけども、この NC コインが貯まったらランクアップガチャっていうのがあるんですけど、それをするって言ってたんですけど、ちょっとね、またしたんですけど、実況のね、動画が撮れてないっていうことが起きて、まあちょっと今回まずガチャ、いろんなガチャを引いていく前に、まずそのステッパーがアップガチャ の出たものから紹介していきたいと思います。まずこちらカズミンの初電話のね、高山カズミね、星が5のやつですね。でステータスがこんな感じですで、これがね、ビジュアル面ですね。いや、可愛いね。結構ね、これ。発電話っていうことで、ボイスもつくんですよ。現にその、ガチャが、引いて出た時に、ボイスとしては出たんですけど、なんかね、こうね、起きてるみたいな。じゃあだから何しに行かないっていうのがあるんですけど、まあ、これは、ガチャをが出て、カズミンが出た時には出たんですけど、どうやらまたこれをもう一度聞くには解放しなきゃいけないみたいです。またなんか解放できたらね、ちょっとしていきたいなと思うんですけど、まあこんな感じですね。んで、ステータスとかもこんな感じね、スキルとね、仲良しエールっていうのがあるんですけど、こんな感じです。そしてもう一人が星さんの和田麻也ちゃんの、制服夏服の1ですね。はい。で、まあこんな感じ、ステータスはね。で、見た目がこんな感じです。んで、もう一個は、これは別にそんな、言っちゃあるけど、そこまでレアなやつじゃない。結構割とザラに、どちらかというと出るタイプ。そして、3つ目が、失礼いたしました。3つ目がこちら。ね、2人の場所。桜井玲香ちゃんの2人の場所っていう、その、ステップアップガチャ特有のやつなんですけど、これはね、確定で出ます。結構その何個確定でステップアップガチャっていうからには、これを、ね、何回もやっていくうちに確定するものが変わっていくって。1回目はこれ。で、2回目はこれなんですけど、また3回目になったらまた別のものに変わってくるという感じです。星5の霊方です。かわいいね、もうね。こんな目で見つめられたらもう、たまらんっすよ。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、ステータスがこんな感じでございます。まだ全然使ってないからね。とりあえず、そんなにまだパワーアップはしてないですけども、今後、いろいろね、使い方とかが分かっていったり、なんかダンベルがあるんですよ。そのダンベルとかの使い方を、ちょっと学んでいって、まだあんまね、乃木恋、やり込んではないので、ちょっとね、いろいろそういうのやって、強化していきたいなと思うんですけど、ね、文化祭が終わったらっていうね、すごいロマンチックな特技でございますけども、まあまあ、とりあえず、こんな感じで3つ、紹介してまいりました。これが前回の、この乃木コイン、NC コインでもらえるものなんですけど、まあまあまあね、残念ながら動画が撮れてなかったという感じでございますけどもね、まあね、動画が上がってるということは、皆さんが今これを見れてるということは、この動画は少なくともね、お届けできてるということで、ね、まあありがたいなということなんですけども、まずね、どのやつが弾けるのかっていうのもわかんないですけど、とりあえずこれが、プレミアムガチャ。これはまだ確定じゃないですね。ちょっともうちょっと待ちたいね、これは。まだ600しか実際溜まってないからね。ステップアップガチャの新しいやつが、これですかね。いいね、いいね。900か。1回900、3回目で900だからね。ちょっといろいろね、可愛いメンバーもいるんですよ。うわ、俺最近ね、ななみんのね、怒る動画があるんですけど、YouTube で。それにすごい、ドハマりしてます。うわ、かわいいわ。うわー、もうたまらんっすね。でもね、またレイカタも絶対これかわいいですよね。これね。たまらんっすね。乗ってないですけど、ここにはね。まあ、とりあえずよしとしましょう。これじゃなくて、今回は、どれを引けばいいんだ、俺は。なにこれ。イベントガチャ。ほうほう、これは、なんかもらえるのが、今ここってことは、そのガチャを重ねていくと、
チケットを消費していくとなんかいろいろもらえるですね、アイテムがね。はいはいはい。でチップガチャができるみたいなんですけども、ジャージがそっかできるんだ。こういうジャージメンバーが欲しいですねこれね。わあ、ナナミンとかもいい。ないナナミンがない。これ出るメンバー決まってんのかな。これプンプンって書いてるけど、マイアンとか七瀬丸はいるけどね、決まってんのかな。まあいいや、とりあえず5回はできるね、10連ガチャ。まず行ってみましょう。チップでの10連をまず5回します。ある朝の校門前、今日もいい天気だな。歩いて行きのタッチ、行け行け出ろ。何やら賑わっている。おおおおお、どうだ。あー、この銀の星はあれか、あんまりなんか望み薄なんだね。みんなこうなんか制服の秋冬とかそこらへんか。そっかそっか、みんなあんま銀のチャン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 って出た時に銀の星っていうのはあんまりこう、うん、激アツなパターンではないんだね。だからジャージのやつを出すにはなんか金のあの星の色が違ったりしたらいいんだ。なかなかうまくいかないね。チップガチャってそんな効率良くないのかな、実際どうなんだろうね。でもう一回行ってみましょう。あ、朝の校門前で賑わってますってことで、ここの星だよね、だ全部銀だから。また多分春夏服とか夏服とかそういう感じかな。春秋か、春秋服とか。あんまり排出力実は良くないみたいですね。俺いい方に出た。どうなんすかね、なんかパズドラみたいな感じで。あんまパズドラはやらないけど、なんか友達がよくカードモンスターを食わせるみたいなこと言うけど、そういう要素あるのかな。重ねたら強くなるとか、金プロ的なことあるのかな、わかんないけどね。お、ナナミンも出ましたけど、あ、ダンベル出んだ。ダンベルとかも出んだね、ここでね。ほう、まだできる、まだできる。あと2回できるの、これを入れて3回か。だここであんま星が良くなかったら良くないのかね。これスキップってやったらどの程度スキップできる。あ、そういうことね、全部できるんだ。ほうほうほう。レイカタンとかヒメタンも当たってるね、可愛いねヒメタンね。ほう、だあんまりあのあそこで銀の星とかばっかだったらスキップしてもいいかもね。来い銀の星以外、いい星来い、いい星来い、全部銀やないかーい。スキップ。おー、若月、おー、かわいい、わーかわいいな。とか、あ、ダンベルがまた手に入って、もう一回できるのかなこれは。さあ行きましょう、いけ、今度こそ5回目の正直、いけ、出んのかーい。あー出ねえね、やっぱね。みなみちゃんとかも出たんだけどね、かわいいね。くそー、そういうなかなか出ないね。それ難しいんですかね。あとね、まだね、今回はもう一個ガチャやっていきたいと思います。こちらチケットあります。はい、チケットガチャ。まずプレミアムチケット、これねやっていきましょう。じゃあ行きましょう。何が出るのかわかんないですけどね。ある朝の校門、今日も敵がいいな。これはガチャのなんか一連の恒例の流れみたいですね。おっと、これコマちゃんじゃない、イコマちゃんじゃない、これ多分イコマちゃんだよね絶対。おお、え、それで
でもプレミアムでも夏服なんだ。あ、マジか。そうなんだ。そんなでもないのかな。あ、でもまだチケットガチャ来ました。あ、他のチケットがある。褒めてライブガチャ。これやっていこうか。じゃあこれも一気に5連できるみたいなんで5連いってみましょう。よいしょ。なんだろうこの褒めてガチャって。お、すごい。なんだ、緑の風が吹いた。エフェクトがなんか違う。なになになに、ちょっとこれ期待できそう。なんだかにわってるな。お、なんか一個色違いのから、やっぱこの星は関係あんだね。銀のがなんか星3つ以下とかで、ちょっとこういうさ、オレンジとかのはちょっと期待度が増すよね。で、星1個、銀は基本的に星1個とかかな、そういう感じだよね。おおお、そんなにじっと見ないでよ、恥ずかしいでしょ。こういうボイス好き、伊藤純奈ちゃん。ほう、いいね。やったら、こういうライブとかすると手に入るみたいなんで、いいですね、これ。ありがとうございます。星が5ですね。あさす。ほうほうほう。で、詳しい、ステータスがこんな感じです。思い切って両方買うっていうね。すごい名前のステータス。あ、でも、すごい。だから全員のボーカルとダンス力をアップするっていう。だから両方アップするよっていう。すごいね。で、改めてこんな感じ。はい、というわけで、声がガラガラだわ。はい、というわけで、とりあえずこんな感じでございます。まあ、とりあえず今回は、ガチャだけなので、また、実況動画の方は、別の、次の動画でまた開けたいと思います。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなんかもよろしくお願いします。はい、あとツイキャスもね、最近始めたんで、そちらの方も見ていただけたらありがたいです。すごい声ガラガラでね、聞きづらい点もあったかと思いますが、ね、もしよかったらまた、チャンネル登録、高評価、コメント、そして、ね、次の動画もよろしくお願いいたします。ね、前回の乃木恋の動画を見たいという方は、ね、下の方に URL とか貼っておきますので、そちらの方からチェックしてみてください。ガチャの方の動画も、URL のリンク貼っときます。ね。また次の動画でお会いしましょう。お相手はクレイジージョコドットマッキーでした。アディオス。